みずほ、ウィークリビュー。米長期金利上昇、日米株の下値目動はという内容で10月23日、中島がお送りいたします。目次です。先週の振り返り、米国株、日本株、まとめの順でお話しします。では、先週のマーケットを振り返って、 先週は中東情勢の緊迫化というところで、情勢の悪化を受けましてです、ね、原油先物ですね、88ドル台後半での推移となっている、そして、米国の長期金利の上昇ということで、FRB のです、ね、金融引き締めが長期化するとの見方から、相場の重荷となりました。 で米国株ですねこちらも下落ということで週間でですね難聴な週になりましたこちらハイテク株の比率の高いナスダック総合ですがこちらも4日続落ということで米国の長期金利の上昇からナスダック下落してきております では、チャートでも振り返っていきましょう。上側が原油先物ということで、中東情勢の緊迫化というところからですね、90ドル前後での推移となっております。また、この原油価格の上昇を受けて、インフレ懸念の再燃というところにつながっておりまして、FRB の利上げですね、金融引き締めが長期化するのではないかという観測ですね。こういったところが強まって、 ているということで長期金利ですね19日に一時16年ぶりの5%台に上昇したということで仕事終わり値ベースで4.9%と非常に高い水準となってきておりますこういったことがですねマーケットの重荷となっているということで日米株見ていきましょう では、ナスダック総合を見ていきましょう、足元で米国の長期金利が上昇したことによって、ハイテク株比率の高いナスダック。 下値を固める展開かと見ております下値目処としましては22年の安値から23年の高値ですねこちらの戻り幅の3分の1押し水準に差し掛かっているという形になります今後の目処としましては200日線の水準となります1万2700ポイント台が目処と見ております今週もですねハイテク企業等の米国の決算発表が続くということで選別 物色が下値の支えとなると見ておりまして、200日前,前後ではですね、押し目買いの水準かと見ております。続いて S＆P500 指数も見ていきましょう。こちらですね、200日線を一旦割り込んだ水準に差し掛かって、 きましたということで昨年の10月から、えー、今年の7月の高値ですねこちらの半値戻し水準が4080ポイント台となっております引き続きですね、米国の長期金利の上昇が続くという形となってくるとですね下値めどとしましてはこちら4080ポイント前後が意識される可能性があると見ております一方で足元はこのテクニカル的な200日前後の水準に差し掛かってきているというこで ところで一旦は下げしぶりの展開かと見ております。 では、日本株を見ていきましょう。2023年のですね、3月に当初の JPBR 企業に対する是正要請がなされてからの飽きない価格帯別の売買代金を振り返っていきますと、500円刻みで見ていきまして、3万2000円台前半に最も積み上がっている水準となっております。本日もですね、日経平均株価ですね、3日続落でスタートということで、 1> 1, 円前後ででの推移となっているようです、まあ、この辺りの水準感となっているわけなんですが、当面の上値としましては3万2000円台前半ですね、この辺りが一旦の戻り目どと見られ、一方でこちらですね、3万円前後ですね、ここが薄い空き内ゾーンとなっているためですね、こちら3万1000円。 3万円台ですね。この辺りの水準感がサポートできなければです、ね、こちら3万円を一旦下回る局面も見えてくるかというところが商い面では言えそうです。 では、日経平均株価も見ていきましょう。足元ではですね、日銀の政策修正観測というところが再浮上してきているという形からですね、長期金利のですね、上限を修正するのではないかという議論が出てくる可能性がありそうです。来週に日銀会合を控えるというところでですね、慎重な見方が続きそうです。足元の日経平均株価の水準で でいきますと今年の安値から今年の高値ですね、この半値押しが2万9700円台となっております。そして で、こちらですね、米国に比べると200日線が遠い日経平均株価ということで、引き続き、まあ、円安がサポートになっているかなというところも見られますが、当面はですね、75日線3万2300円台、そして200日線3万100円台というところで、このあたりの往来を想定しております。なお、来週の日銀会合ですね、現状のところでは現状維持を予想する声が多い 多く出てきてきおりますが、今後のですね長短金利操作の撤廃等の観測等がどの程度高まるかというところに注目です。 では今週の予定を見ていきましょう。今週注目は、米国では7 9月の GDP の発表に注目です。米国ですね、引き続き強い個人消費が堅調、えー、となっておりまして、景気をサポートしていると見られますが、FRB による金融引き締めの影響がどの程度出てきているかというところを確認していきたいと思います。そして、えー、米国のですね、決算発表も ピークという形になりますので、引き続き選別物色等が相場の支えとなりそうです。ではまとめです。米国株ですね。ナス そして S&P500 指数200日線水準に差し掛かってき始めているということで200日線前後では下げしぶりの水準と見ております日本株ですね200日線から75日線の往来と見ておりまして3万円台はそこが大展開と見ております みずほウィークリービューは毎週マーケット情報をお届けいたします。チャンネル登録、評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。みずほウィークリービュー3月23日中島でした。